よし、じゃあワールドディ9戦やってきます。ワールド5からだね。ワールド5は結構ね逃しちゃってんだよね。うん、でとりあえずこのマップ感なんだけど、的を3つっていう、なんかこれなんかトレジャーコピーが敵倒してなんかなくなっちゃったんだよね。とりあえずあんた的を探してやってっか。とりあえずトレジャーをコピーして、これでね、あとは的を見つけて壊していけばいいんだけど、うん、ね探さんとな。で、あともう一つのミッションがスワロリーナをワッカホーバリーで、まあ、スワロリーナっていうのは中ボスなんだけどね、ワッカホーバリーだから、ワッカホーバリーしてない状態でスワロリーナと戦闘が始まっちゃうとまずいんだよね。そこも気をつけつつちょっとやっていきます。あ、早速ね、的は一つあるね。そこの宝箱なんだっけ。あ、まあね、はいうん、謎の物体、緑の物体できたけど、とりあえず的を壊して、うん、これをね、あと2つやっていけば OK なんだけど、あ、先じゃあ輪っかほぼでやるか。ね、たまたま見つけたから、で、スワロリーナが確かこっちだったかな。ちょっと行ってみよう。なんかこの辺に行ったら戦闘始まった気がするんだけど、気のせいかな。ちょっとね、ここから行ける。あ、なんかでも行けそうじゃない。多分そうでしょう。これ怪しい、この道。これ使って行って、オッケーオッケー。で、これでね、倒せば、一番下のミッションは達成しよう。よし、行くぞ。なかなかちょっとね、この、輪っか頬張り、頬張り変形の状態で中ボスと戦うのはちょっと新鮮だよね。火力やっぱ高いな。さすが今作の目玉寄せって感じ。おー。なるほどね。ちょっと新鮮。あ、あったあった。オッケー。これ、一旦吐き出して、君、ワンちゃん。いや、犬じゃないかもしれない。知る。あー、ちゃうねん。ちゃうねん。ちょっと、ワッカホーバリー一旦解除してね。これを、壊して。あれあれどこ行くね。ちょ、ガバエイム。スプラトゥーンで来てたね。30分毎日試し、エイムさん。あと一つ、探してきます。あ、あったあった。おー、結構探したんだけどさ。へー、なんかこれって配信中気づいたっけ。なんか、わかんない。気づいたら気づいんだよな。あんな隅っこにあったわ。何隅っこ暮らししてんだよ、もう。オッケー。これでクリアやろうな。うん。あとはね、あー、お金、スパチャ。一応拾っとくか。オッケー。ミッションクリアしたから、あとはじゃあステージクリアします。よーし、クリア。じゃあね、このワールド5は結構、やることが多いから、サクサクと次行きます。カッターでワイルドボンカーを倒すね。シンプルだね。さーて、ここかな。なんかな、これカッターでやったの気がしたけど、気のせいだったんかな。まあいいや。なんかね、ちょっと謎。なんかカッターでやってなかったっけな。違うコピーでクリアしちゃった。ちょんちったんかな。まあいいや、頑張りましょう。過ぎたことを悔やんでもね。あんまカッター慣れてないけど、まあ言うてそこまで複雑ではないから、ね、結構ダメージ受けてるけどな。溜めて、ドーン。あ、食らった、ね、今の聞いた。まあいいや。ちょっとな、大変だな。スピの方がやりやすいみたいな。ね、でもね、結構スピンで意外と使いやすいんだよね。意外とね、なんか、一見弱そうに見えて本当にバカにできないんだよね。避けて、勝った、ペチ。まあちょっと、あんまりチャージとかしても複雑になっちゃうから、ペチペチでもいいかもな。B レンダーでね。やべえ。近く。ソーシャルリスタンス。もうすぐで倒せるよ。避けて、あー、くるくる。ゴリラ、アマームが好き。一面のボスもね。オッケー。クリアー。ムーンライトキャニオン。これちょっとわかんないんだよね。三つ子サボテンに隠されたお宝で、配信やった時もさ、このミッション見たとき、え、何これ、え、って思ったんだけど、ちょっとね、探して、サボテンに注意って感じやな。うん。よくわかんないけど、頑張ります。さーて、曲が変わって、で、フィールドも変わって、ここら辺ね、ここのどっかにサボテンあると思うんだけどね、なんとなくね。頑張らんとな。見逃したらもう一周この指示やからな。ここの曲好きやねんな。なんか配信中言ったからいいんだけどさ。配信中もったけどさ、曲いいよね。探します。ん？何これ？
星ガチャ。これは気づかんとね、当時気づかんと思う、初見プレイの時に。これはでも関係ないか。ちょっと残念。ちょっと嬉しいけど、ちょっと残念。なんかサボテンたくさんあるね。ここじゃない？サボテン3つ子。これがサボテン1で、これがサボテン2で、あ、ちょっとそれ大丈夫？これがサボテン3じゃない？これ。この出っ張り関係ない。多分ここでしょう。いやーでもやり方がわからん。どうすればいいんだこれ。いやーでも距離、なんか三つ子を距離離れてる気するし、このね、右ちょっとの、じゃここにもね、トゲトゲしてんのがあるんだよね。ちょっと右端に見切れてんだけどさ。ってことは三つ子じゃないんじゃないって感じで、ちょっとね。怖いけど先進むか。こっちにもサボテンあるけど、いやー、わかんねえなー。進んじゃうか。ゴールついたけどさ、この辺にもサボテンはたくさんありそうな。これ、右にもあるしね。雰囲気はあるけど、って感じ。ちょっと探してみるけど。怪しい。君たち何か隠してないですか？はぁ、なるほどね。そっかまあ、やっぱなんだかんだ、なんか、分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。なんか、やっぱ意識してみたらさ、あ、三つ子サボテンじゃんってなんだけどさ、気づけてよかったけどさ、ちょっと結構ね、サボテンに怯えるステージだったわ。まあ、結果オーライ。オッケーオッケー。次行きます。さて、毎度恒例ボスなんだけど、とりあえずハンマーで倒すか。さて、ハンマーなぁ、まあね、なんかカービィシリーズでは結構ね、いやー、捕まっちゃった。初めて捕まっちゃった。あーし。まあまあまあ、面白い身のもの見てたから悪くないけどさ。カビ逆。ハマーちょっと慣れてないからね、注意って感じはある。あんまな、今回なんか、毎回ボス戦ね、ちょっとすっぴんでやりたいなと思ってね、やってきちゃったから、その分コピーになりたいってなんで、ね、結構同じ攻撃続けるじゃん、君。まあまあでも、とりあえず振ってれば間違いない感はあるけど、鬼殺し火炎ハンマーとかね、うまく使えたら使えたよね。あの、威力がめっちゃ高いカービィで前の技、おなじみの技。あ、とりあえず困った時は普通に振るか。でんててん。でんて、相手の行動も思い出してんだけど、これなんだっけ？あー違う、ちょ。状況持ち切り替えて。もう一回振ると、スライディングで避けて、で、そこの隙をね、鬼殺し。いけ。ドーン。これ。これ威力高いんだ。そう、これをね、狙える時は狙ってきたよね。これはまたスライディングだね。オッケー。スライディング、セーフ、ギリセーフ。スライディング、これ結構楽しいんだよね。これはちょっと鬼殺し。いやでも、ちょっとためで。これでやつか。オッケー。まあ悪くないんちゃう？で、これは、捕まる系ね。捕まる系男子。ちょっと。横振り。この攻撃なんか PV で見たら、カービィが捕まってんのね。あー、捕まっちゃった。なんかな、近く、ハンマーって近接武器だから、やっぱそれもあってね、なんか捕まっちゃうね。このボス結構好きだな。で、次は何だっけ？あ、ぬいぐるみね。楽しそう。くるくる回ってる。楽しそうやな。ちゃんと避けて、ちゃんと敵の動きを見て、ちゃんと避けて、そこね。わー、ちょ、隙がなかなかないな。まぁ、ちょっと無理はせん方がいい気はする。スライディング、オッケー、ギリセーフ。スライディング慣れたわ。いいね。なんかスライディングってさ、なんか必須アクションじゃないと思ったのが結構なんかボス戦で使った方がよく感じてさ、ね。結構、今作では重要性が高いのかもな、みたいな。わかんないけどね、僕は気づいてないけどもっとね、なんかいい感じの受け方とかあるのかもけど、結構スライディング頼ってるわ。まあでも、なんか、死にアクションになるよりはいいんじゃないかな、みたいなね。ね、なんか使う意味のないアクションってさ、これ何のために存在してるんってなんかさ、まあね、いいんじゃないかなとは思う。あー、やばい、ちょ、喋ってる場合ちゃうね。あばばばだよ。避けて、そこをちゃんと狙いたいわ。オッケー、ドーン。いいね、いい火力。そろそろね、それ、あんま、あー、ぶぶ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 ぶ
ちゃんと避けて、ちょっとね。結構僕の体力もピンチだから、油断したら負けるぞ。油断したら負けてまたやりましょうぞ。投げてくる。もう一個投げてくる。あー、当たっちゃった。おとなしくその攻撃を避けて隙を狙うか。それがね、無難な気がするわ。避けて、もう一度避けて、そこをね、隙をね、鬼殺し開発まで行くぞ。ため、ため、もう一度ため、ドーン。よーし、いいね。気持ちよく終わった。オッケークリア。うん。さて、次のミッションが気になるところではあるよね。1分30秒以内で倒すか、かもしれん。結構セレ多いよね。もしかしたらね、お豆さんの予想。あ、2分以内か。へぇ、なほね。まあ、まあ、まあ、まあ。どっちみちタイムアタックには変わりないんだよな。まあ、毎度恒例、ボムで行こうかな。よし、行くぞ。ボムでね。でね、多分一番下ノーダメージだからね。ノーダメージも、あー、もう、フラグ立てんのやめます。最後まで言う前にはちょっと、そう。ついでにね、ノーダメージもクリアできたらいいなとか思ってるんだけどさ。もう、これは怒りのボムですよ。で、ね。前回のデレでやってた時、4面のボスやってた時も思ったんだけど、ね、攻めだよね、攻めの姿勢だよね、やっぱタイムアタックは。もうね、ノーダメージはもうね、儚く終わっちゃったから、ね、うん、そう。多少ダメージ受けてもいいからご了承でね、行くって感じかな。避けて、で、そこに隙が生まれるから、チェインボム、チェインボム、チェインボム、ラララララ、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 とりあえず投げとけ、とりあえず投げとけ、とりあえず投げとけ、とりあえず投げとけ。楽しいね、で、ただ、結構な、このボス、遅延行為が多いというか、そう、当てづらいんだよね。なんか、こう、こうやって、ね、なかなか、攻撃しづらいってタイミングから、ね、それは厄介ではある。まあ、それが1分30秒、2分に設定されてる理由かな？うん、多分そう。さーて、ダンス楽しそうだけどさ、ね。かわいい。いや、なんか、このボス楽しそうですけどな、楽しそうなのにね、見てて癒されるわ。うん。なんかね、コレクター、ステージ名的にね、コレクターらしいんだけど、いろんなガラクター集めてね、イエイイエイみたいな。楽しそう。うん。さーて、そこ、好きなやつだよ。いやー、いて、ちょっと、なかなか隙がないよな。やっぱ、これ、2分いけるかな？ちょっと心配。まあ、避けるか。避けて、一応こういうのもチャンスだからね、攻撃したいんだけど、なかなか難しくある。うん。そこ。これ2分いけるかな？ちょっと心配になってきた。おまめさん。怖い。でも、焦りは良くないと思うんですよね。チェインしてるけど。いけない。よし、いけた。ちょっと最後ご利用したけどさ。どうかな、ちょっとね、時間が達成結果気になるところ。お、いけた。よし。結構ギリギリだったんじゃないかな。わかんないけどね。うん。まあ。で、あとはノーダメだね。さあ、で行くぞ。さっき打って勝って、守りの気持ちを高めてね。それいきなり食らって、はい、終わりとか、注意。怖え。ちょっと怖かった。ね。うん、気をつけて。守り意識を先よりも高めて、ね、そこを近づいてフェイントで相手に振らせて攻撃して、で、次何する？また同じか。その攻撃次はね、避けて、うん。よし、怒った。ドーン。まあいいや、ムービー通そう。で、食らないうちにね、ノーダメージ。そう、あのね、ミッション、まだ、ハテナだったけど、やっぱ案の定ね、ノーダメージだったわ。まあね、なんとなくね。毎回それだからね、避けて、わかるよね。チェーン。あんまチェーンできた。あんまダメージ入ればいいかな。もう一回同じやつ。オッケー、避けて。それ攻撃はね、もう慣れたもんだ。ね。初めてやった時はさ、これ避けづらくないって思ったけどさ。案外ね。うん。チェーン。チェケチェケ、それ注意。歌ってる場合ちゃうぞ。振ってくれ。はい、はよ振ってくれ。オッケー。よし、いいね。で、ダンスタイムね。ダンスでどうでしょう。ててん。目直すの、目と鼻直すのかわいい。これ苦手、多分この携帯一番苦手なんだよね。なんか動きが読みづらい。怖い。やべ、あー。ダンス。目直してあげて。ツン。よし、戻ってきました。ノーダメージでね。さあ、で、これ、ちょっと注意やな。どっち避ければいい？と、あー、それさ、マジで、距離を離して、方がいい。なんか近くにいるときついよね。なんか距離離す意識かな。ちょっとまた頑張ります。さーて、ちょっと距離で攻撃はしなくていい。いやー、そう、きっち、いやー、きちもうごめんな。なんかね、難しいね。なんだろうね。そろそろさ、最初の攻撃さ、避けたいんだけどさ。横移動、そうそう、終わる。
よし、終わった。やってくれたよ。で、投げてくんだよね。やっべ、きちい。オッケー、これはいつもの攻撃ね。これは大丈夫。よし、これを避けて、これを避けて、その隙が結構でかいから、そこに当ててくって感じかな。なんかね、なかなか、ね、ここ以外の隙がない。で、ね、削って、で、そろそろまたダンスでしょ。オッケー、距離取るわ。またね、避け全力かな。うん。もう、よけ千年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 。よし、でもちょっと距離が遠いな。攻撃がね、とりあえずまあね、引き続きよけるか。大丈夫これ、大丈夫。あーぶね、よし、もう一回、来る。あと一回来るぜ。よし、よけた。あー、ふえよ、ふえよ。ガシガシガシ、暇だから並べといて、で、余計、また余計せんねんね。こっちでいい？で、どっち来る？こっちかな。間に合う？これ。ちょっと怖い、こっち、ここ、オッケーオッケー。で、まあ、引き続き避けるか。これはなんか遠くにいる意味はない気がしないでもない。怖いんだって、怖いんだって。よし、オッケー、大丈夫？スライディングちょっとね、出なかった。怖かった、今ね。スライディングセロ、操作ミス、スライディングが出なかったな。ちょっと悔しい。結構良かったんだけど、ちょっと操作ミスちゃったな。悔しい。避けて、こっちかな。で、大丈夫かな。セーフ。はい、終わってくれ。これは走ってれば平気なのかな。ちょっと二つ目が来るの怖いよね。で、そっちの大一も来るからね。よし、ギリ避けて、で、今度は左に避けて、右避けて、で、攻撃チャンス。次あの転がり攻撃してきた君のね、最後だからな。スラスレとしてちょっと避けんだな。やっべ。よし、避けて。こっちかな。避けて。やっべ。大丈夫？怖えな。で、ちょっと離れるか。とりあえず横移動しとけ。で、それも来んだよね。怖いね。ギリ間に合う。よし。よし。よし。アルマパラパね、可愛いけどなかなか強敵だったけど、これで最後だ。この野郎、この野郎、この野郎、この野郎。あー、なんでよねー、なんでねー。ちょっと待って、これゴリ押し、いけ。よっしゃー。今までのノーダメボスで一番苦労したな。疲れた。はあ、結構ね、可愛いとかね、なんかね、結構ね、好きなボスだとか言ったけど、ちょっと結構疲れた、さすがに。あの最後のダンスがマジでさ、あれまでの第1形態、第2形態はね、まあ全然ね、なんかドンダメで結構と、ね、余裕だったんだけど、あの第3形態がマジでダンスがね、不規則でちょっと動き読めなくて、マジでヒヤッとしたわ。あれマジで安定する避け方って何なんだろうね。まあ結局相手の攻撃見切って、で逃げる方向を考えて逃げるしかないんかな。まあでもいけた、疲れた、頑張った、お疲れ様自分。よし、ついにオリジネシア、なんか面白い名前してね、オリジネシア荒野大地に捕らえてる全ての踊りを助け出しました。ボスが強かったです。そう、おつれ、ご視聴ありがとうございました。